久保さん、今回ですね、店舗ビジネスの最悪の結末、店舗ビジネスの最悪のシナリオ、最悪のシナリオ、結末、まあいいや、まあ、この前ですね、僕、あの、お店に食べご飯食いに行ったんですよ。そしたら、まあ、いっぱいで、ね、すいません、みたいな、すいません、あの、ちょっといっぱいで30分くらい待ってもらわないと、ちょっと入れないんですよ、みたいな。あ、そうですか、わかりました、また、あの、じゃあ、チアトを探します、みたいな言ったんですけど、どうですかね、 もう目の前にお金払う人いるんですよ <laughs> 目の前にお金落としてくれるお客さんいるのに入れないっていうね <laughs> いやだからその店主の顔を見てうわーかわいそうだなと思ったんですけどやっぱその店舗ビジネスの場合って箱があるんでその1億に収容できる箱とか無理じゃないですかでも YouTube とか1億再生とかできるじゃないですかまあしてる動画もありますけどだからそのなんだろうな 限界値がどうあがいてもあるってことですね、店舗ビジネスに関しては。だから、別に店舗ビジネスが悪いわけではないんですけど、限界があるし、やっぱその、取れるところも取れない。うん、だって目の前のお客さんお金払いに来てるんですよ。すいません、みたいな。入れない、座れないんですよ、みたいな。いや、これね、いたら YouTube で、いや、もうあの、何、再生回数も、なんか1億回ってるんで、2億回んないです、みたいな。すいません、もう再生止まります、みたいな。ないじゃないですか。もうアッパーないんですよ。1億でも2億でも3億でも回るんですよ。 YouTube。最 <laughs> だから、あとね、YouTube のすごいところは、落ちるってことはないんですよ。ださあのブログとかだったら、大量のアクセス来ると、そのサーバーによっては、なんだ、負荷があって、その、サーバーダウンみたいなのあるんですけど、YouTube はね、ないですね、サーバーが落ちるって。すげえ技術だな、みたいな。すごくないですか何億ぐらいのトラフィック来てるのに、落ちないんですよ。Google 神ですよね、本当に。あ <laughs> やっぱね、YouTube はね、 だから昔僕プロモーションやってた時に YouTube なかった時に動画をやってた時にサーバー落ちちゃったんですよサーバーねボロクソ怒られましたからねめちゃくちゃ怒られてで川島,川島さんからねあーなんか,なんかあの LP 表示されないですよみたいな <laughs> 川島さんから LP 表示されないですよ見てきてでもう上の人がブチ入れて何やってんだみたいな <laughs> でサーバーを Amazon サーバーっていうねあのちょっとあのそれに変えて対応しましたけど いやーね YouTube ほんとすごいですよ本当に落ちないですからねうんだからそのやっぱどうせやるんだったらそのアッパーがないものをやった方が僕はいいんじゃないかどうせやるんだったらですよ別に好きで店舗ビジネスやるんだったら全然それはいいと思います箱もあるし逆に言うとデメリットもあるけどメリットもあるじゃないですか見栄え的にいや僕この店舗のオーナーなんですっていう名刺だったりとかねじゃあ今度来てください遊びに来てくださいみたいなね そのなんか食べに来てください。みたいな。そう言えるじゃないですか。だかそういうその世間的な部分だったりとか、名刺的な部分だったりとか。まあそういうメリットはあると思うんですよ。お店のオーナーです。みたいな。だけど、限界値があるし、あとはその時代の変わりですよね。だその当時はすぐあ。これね。マネーの虎でマネーの虎でその出資受けたところで、何億ぐらいの会社に育った。そのなんかなんだっけな。 なんかあの移,動移動しながらなんかたあの配るお店があったんですけどそれ結構爆練したんですよで結果的にでかくなって何億何年商何億みたいになったんですけど潰れたんですね結果的にまあ、これネットで調べれば出てこないなモコロールだったかなモコロールでしたっけなんかそんな感じだったと思いますで結果的にもうないんですね結果的にないんですよもう <laughs> ないモコロールないみたいな でその社長さんが捕まった捕まらないのもなんかニュースになったのかな <laughs> そん<う> <laughs> な感じで、ね、飲食店大変ですよねはアッパーがあるものは、うん、だからこれは店舗ビジネスを経験した人しかやっぱ分からないと思いますし、まあ、久保さんなんかは特にマージャン店経営されてたんでその絶対アッパーありますよねアッパーが、うん、だから久保さんのオープンリーチに1万人収容できるかっていうと無理じゃないですか 1>, 1万人収容できるねじゃあ久保さんの YouTube チャンネルが8,500人ぐらいもうちょっとで9,000人1万人じゃあ8,000人を収容できるマージャンってと無理じゃないですか <laughs> 無理じゃないけど東京ドームかって話じゃないですか <laughs> だからねやっぱそこを考えるとうんネットを選ぶべきだと思いますしネットを選ばないっていうのは僕はうんまあビジネスセンスがないというかなんだろうな まあ、もったいないなと思いますねこんだけのプラットフォームがあってうん別に、はい、店舗ビジネスを批判してるわけじゃないですけどアッパーがあるよとだから僕はアッパーがあるのでだそういう体験もしたもったいないだって目の前に落ちるお客さんを断らないといけないんですよお金払ってくれるんですよ注文してくれるんですよそのお客さんを断らないといけないんだよねでしかも店舗ビジネスの場合来てほしい時に来てくれないんですよだから例えば、えー、3時から5時とかね、えー それぐらい来ないんですよ。この前に行ったと、行ったところのラーメン屋さんは3時から5時までお客さん来ないから100円引きしますみたいな。<laughs> いや、利益少ないのにまた100円引きするみたいなね。<laughs> だから3時から5時ってもう本当暇だと思いますよ。飲食店の方。だいたいお昼、夕方10、10、まあ、夕方も17時回んないとこう来始めないじゃないですか。だからお昼食ってい、ここの時間って全然来ないんですよ。だから大変ですよね。うん まあ、そんな感じで、久保さんの動画、どうぞ。はい、え一、ー、億円志向で、最も大事なものっていうのは、たくさんあるんですよ。最も大事なものがたくさんあるっていうものはね、まじ、矛盾をはらんでるんですけども。私はですね、やっぱり、今の時代でしたら、情報というものを商品にしない限りは、一億円というものは見えてこないと思います。情報の重要性なんですよね。 私も店舗をやったり会社をやったりしましたけども、最も粗利率の高くて、時間の自由が利くもの、それはね、やっぱり情報を扱うことでございました。こういうふうな YouTube を発信するっていうのも情報を扱ってるってことになります。はいえ。店舗をやるよりですね、店舗の情報を扱う人になった方がいいわけなんですよ。 店舗を毎日ね出勤して商品作ったりとか従業員教育したりとかねお客さんに成立したりとかするっていうのももちろんね貴重なことではありますよでも利益のことだけ考えるんだったらこんなことやってたらダメですえ店舗をやるよりも店舗の情報を扱う業者になった方が絶対いいんですよねえそしてね商品を作るよりも商品を扱うメーカーとか流通をやるよりも商品情報を扱う人になった方がいいです最も楽で 最も大きな可能性をこうね享受できる利益を得れるのがこういう情報を扱うことですよね店舗の情報を扱う商品の情報を扱うもはやですねラーメン屋を経営するよりもラーメン店有名ラーメン店の情報を掲載したブログの方が稼げる事態ですしかも一人でいいわけなんですよ うん、店舗っていうのは一人ではなかなかできない部分もありますよね。業者さん仕入れ業者さん取引先が行ったりとか従業員さんが行ったりとかあースーパーバイザーさんが行ったり部長が行ったり店長が行ったり上司が行ったり必要なものが必要です。うん、それで、えー、制服も買ったりしますよね。で店舗の掃除も要りますよね。さあ大変ですよね。でも情報扱う人ってこれら全部いらないんですよ。一人です、はいえー。そしてですね店舗とか商品っていうのはあのー、変更が難しいんですよ。 うん、今日までそば屋やってた人が明日からラーメン屋やろうかなっていう同じようなジャンルですらもうね業態変更がかなり難しいんですよで従業員さんも一からまたね、あのー、商品知識とかを身につけないと思ったらもうその瞬間に辞めるって人も出てくるかもしれませんよね変更が難しいのが商売なんですよ、うん、で情報ってのはね変更が早いんですよ今日までは子育てのブログをやってました明日からはメジャーリーガーのブログをやろうむちゃくちゃ簡単です ね、エントリーといって記事を書くだけですからねそして動画なら動画を撮るだけですから非常に簡単ですしかも自分の興味があることを発信すればいいのでものすごくね楽しいんですよねさらにもう1個ありますあらりが高いんですよなぜなら情報を扱う人経費がものすごく低いからなんですよねでも店舗っていうのは1人のお客さんも来ないのに経費だけは1兆万円かかるわけですよ100人来ても同じようにかかるわけですよ、うん、商品ってのもそうですよね 売れる前からコストがかかるんですよ。ですから売れる前からマイナスなんですよね。こういうことを考えていくと情報というもののアドバンテージがいかにあるかっていうことがわかると思います。さあ1億円を稼ごうと思ったら情報を稼がなければ情報を扱わなければ達しないっていうことがお分かりいただけなんではないでしょうかね。